大宮駅、埼玉県。大宮駅は、埼玉県埼玉市大宮区西区町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、東武鉄道、埼玉新都市交通の駅である。埼玉県で、最も利用者が多い。JR 大宮駅は、新幹線、在来線ともに東京と東北地方、新越地方を結ぶ路線の分岐点に位置する。乗り入れ路線数が、 東京駅に次いで全国2位。東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、長野新幹線、秋田新幹線、山形新幹線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、埼京線、川越線、東武野田線、東武アーバンパークラインや埼玉新都市交通、那線、ニューシャトルで12路線。さらに湘南新宿ラインと、 朝夕に乗り入れる武蔵野線を合わせると、計14路線となるなど、その乗り入れ路線数、1日の乗降者数において、埼玉県内のみならず全国でも常に10市に入るほどの巨大ターミナル駅であり、明日ともに県下最大の中心駅として機能している。新幹線、在来線ともに、すべての営業列車が停車しており、2017年7月以降の多客機には、 東北新幹線において、大宮駅始発、終着となる臨時、早さが新たに設定された。また、東駅周辺には、JR 東日本大宮総合車両センター、日本貨物鉄道、JR 貨物大宮車両所、旧大宮工場をはじめとして、二千七年十月十四日には、東日本旅客鉄道、JR 東日本の創立に周年,年事業の、 メインプロジェクトとして大宮総合車両センターに隣接した鉄道博物館を開館した。このように日本国有鉄道国鉄時代から数多くの鉄道施設が立地し、駅周辺は鉄道の街としてのみならず県内有数の市場規模を誇る巨大証券としても広く認知されている。日本鉄道によって1883年に東京から北へ向かう 初の鉄道である上野熊谷間の路線が開業した時、県庁所在地である浦和駅の次の駅は上尾駅であって、大宮に駅は設けられなかった。開業当時大宮塾から離れると243個の家しかなかったことや、当時としては駅を作ると駅間距離が短くなってしまう。当時の機関車は牽引力が低かったため、短い間隔での駅設置はしないことが基本だった。 ことが原因であった。しかし、白井ジョナナ後に、大宮町長ラジモという氏は、町の、これ以上の衰退を危惧して、駅の敷地のために土地を提供すると提示して、駅の誘致運動を始めた。白井の尽力を記念して、埼玉市民会館大宮に隣接する、自動公園、山丸公園には白井を検証する記念碑と、蒸気機関車、C229 号機が置かれ、 大宮ソニックシティ前の加熱化公園には、白井の胸像が設置されている。上野駅から青森駅へ向かう、現在の東北本線を建設する際に、高崎駅、前橋駅へ向かう路線のどこから分岐させるかが問題になった。裏は、大宮、熊谷の3案があった。熊谷案は、当時最大の輸出品目である、繊維産業の中心地である桐流。 足利を経由するなどといった理由で具体的検討がなされた。浦和分岐案は経由する岩月の住民が鉄道危機を起こした。アメリカ人技師のクロフォードは宇都宮への最短経路となる大宮経由で建設すべしといった意見を出した。最終的には井上勝の決断によって大宮はその起点となる地として駅が設けられることになった。 1894年には白井が提供した土地を元に駅の北に隣接して大宮工場、現大宮総合車両センター、大宮車両所が設置され、さらに日本の重要幹線の分岐駅という交通の要衝であり、以後大宮は鉄道の町として栄えるようになった。当時は近隣住民の長男は家業の農業を継ぎ、次男以下が大宮工場に 勤務するのが珍しくなかった。また、後年には、鉄道出身者から、大宮市議会議員を多数輩出しており、大宮と鉄道は、密接に関係している。駅の東西の往来は、昭和中期までは、駅北側にある国道16号、現、埼玉県道2号埼玉春日部線の古線橋、大江橋を渡るか、入場券を購入して、改札を通る必要があった。そこで、 住民の陳情もあって1968年に駅の真下に地下道が設置され、歩行者と自転車は無料で駅の東西の往来が可能となったが、地下道にホームレスが住み着き、放尿による悪臭問題などの新たな環境問題が起こり、1981年に新幹線建設工事に伴う駅舎の大改装によって中央自由通路が設置されたために地下道は廃止された。 当駅には JR 東日本、東武鉄道、埼玉新都市交通の3事業者が乗り入れている。埼京線、川越線以外の JR 在来線と東武野田線、東武アーバンパークラインのプラットホームが地上に並び、その上に乗り換え通路を配置する、京城駅の構造で、地上2階に埼玉新都市交通、ニューシャトル乗り場、地上3階に JR 新幹線乗り場、 地下1階に JR 埼京線、川越線乗り場がある。乗り換えコンコースは中央自由通路を挟んで南北にあり、それぞれ商業施設が設置されている。鉄道会社相互の連絡改札口はなく、乗り換えには一度改札の外に出る必要がある。また、JR の南北コンコース間の直接の行き来は、不能で一度いずれかのホームに降りて移動しなければならない。ただし、 それぞれのコンコースから全ての JR ホームへ移動が可能で、いずれも自由通路へ通じる改札口もあるため、反対側のコンコース、店舗に用事がある場合を除き、問題ない構造である。改札の外から新幹線乗り場に直接入れる改札口はなく、一度在来線の改札口を通って、新幹線の改札口を通らないとならない。中央自由通路は、駅ビル、 ルミネと一体化しており、また、緑の窓口とビュープラザを一体化した窓口のほか、商業施設が通路沿いに設置され、通路中央には観光案内所を兼ねたインフォメイオンセンターがある。中央改札、南北前には、駅開業100周年と最強線開業記念として、日本交通文化協会の発注により、伊藤孝道が製作した金属製の大型オブジェ、雪かう。 線があり、公募によって命名された豆の木の愛称で呼ばれ、主要な待ち合わせ場所として利用されている。当駅の営業時間は、緑の窓口は6時 -22-00、ビュープラザは10時30分 -19-00、休日は閉店が30分繰り上げ、指定席券売機は改札内に設置されている2カ所は6時 -23-15、23 15 改札外に設置されている3カ所は、初電車 -23、50、インターネット予約の受け取りは、駅ネットが5時30分 -23、00E5489 が4時30分 -23、20。当駅は、北陸新幹線が停車するため、JR 西日本の E5489 が受け取り可能となっている。駅中商業施設として、 南側には、駅友と大宮、北側には、デラ大宮がある。事務官コードは45万1018、または44万1018を使用している。新幹線乗り場が、地上3階の高架上、在来線は、地平と、新幹線直下の地下にあり、隣接して、大宮総合車両センターがあることから、地平に、多数の側線を持っている。 コンコース及び改札口は地上2階にあり、東西に伸びる中央自由通路を中心として南北に分かれている。中央自由通路に面する中央改札、北と中央改札、南、西口側から南コンコースにつながる南改札と北コンコースにつながる北改札がある。当駅にはのスリーレターコードが付与されている。駅を経由する。 路線名称と各運転系統名称は以下の通り。出店、JR 東日本、駅構内図。在来線の基本は、宇都宮線、東北本線の上下線の間に、高崎線の上下線を挟み込む形である。駅のトロ、宮原寄りで、宇都宮線下り線が、高崎線の上下線をまたぐ。一方、駅の東京寄りでは、 上野東京ライン等が走る東北旅客船と湘南新宿ライン等が走る東北貨物線の系統別複々線になりさらに京浜東北線の複線が独立して並ぶ3複線となる東から京浜東線、東北旅客線、東北貨物線。東北貨物線の上り方面は東北列車線、宇都宮線と高崎線の間の5番線を基準として 東北列車線、上り線、3.4番線と高崎線、上り線、6番線の間を東京方面に進み、高崎線の上り線と東北旅客線下り線をくぐって大宮奏車場の貨物側線群に出る。東北旅客線、高崎線の上り線は埼玉新都心駅の手前で合流して一本になる。貨物側線群の東京寄りには武蔵野線の貨物支線、 大宮市線の副線が、東北貨物線の上下線間に挟まれており、地下へ潜り、武蔵野線につながる。東北旅客線下り線は、高崎線の堀に並んで、東北貨物線の堀線をまたぎ、8.9番線に至る。当駅を出ると、8番線は、高崎線、下り線、9番線は、宇都宮線下り線へ分かれ、宇都宮線下り線は、 高崎線上下線をまたぐ。東北貨物線下り線は、貨物線上り線と貨物側線群を挟んで離れた反対側を走り、貨物列車は10番線に、旅客列車は11番線に入線する。10番線の線路は、当駅の先で、大宮総合車両センター東大宮センターへの出入湖線となっており、宇都宮線とろ駅東大宮駅の間まで、 宇都宮線の副線と出入湖線の単線が並ぶ。出入湖線は、宇都宮線下り線に沿っているが、当駅のト路よりで5番線への線路が分岐し、宇都宮線下り線をまたぎ、東北貨物線の堀線となる。11番線を出た、旅客列車、湘南新宿ライン等は一度10番線の線路に、戻って、宇都宮線の列車はさらに9番線の線路に移り、一方、 高崎線の列車は出入湖線と分岐して、宇都宮線上下線と出入湖線がそれていった後で、宇都宮線をくぐってきた、高崎線下り線に合流する。高崎線下り列車は、上野、新宿双方からの線路の合流点が、駅ホームから遠く、この区間を活用して、遅延時の時間調整を行う、工日。なお、合流点は十番線から来る線路が本線。 ただし、出入庫線に対しては、分岐側で、8番線からの高崎線下り本線が、合流するという変則形状でり、高崎線上り線も下り線に合わせた急カーブになっているため、上下列車とも、この区間ではやや速度を落とす。新宿、武蔵野線方面からの大宮駅列車は、11番線から10番線の線路に移ってで入庫線に入り、 東大宮センターまで改装されて折り返し、5番線への線路を通り、3番線や7番線に入る。11番線の線路は、本来は川越線が使用していたものであり、現在も川越線に接続している。高崎線の伏線に沿って進み、地下から登ってきた川越線の伏線と、東北上越新幹線の高架をくぐる地点で合流する。 7番線は上下線共用の中線であり、東京側に引上げ線が2本設置されている。高崎線の上下線路、ホームを挟み込むように、宇都宮線の線路、ホームが位置している。構造上、高崎方面からの列車は7番線を利用して、大宮で折り返すことが容易な構造になっており、一方、宇都宮線の宇都宮方面からの列車が当駅で、 折り返すときは、ポイントをいくつか渡り、高崎線と平面交差して7番線に入る。大宮折り返し運用は2016年現在、早朝6時台の宇都宮行き、深夜23時台の当駅泊まりの置往復のみ、使用している。上野、新宿方面が長時間普通となった場合に当駅で運行を打ち切ることもあるが、上り列車のホームでの折り返しは7番線のみ可能で、 3.46番線に着いた列車は、引き上げ線に入る必要がある、新宿方面のみの普通や、ダイヤ乱れによる、高崎線下り列車の融通のための上り列車の、数本程度の打ち切りは、基本的に7番線へ到着して、そのまま折り返し始発列車となっており、引き上げ線は用いない。また、折り返しではないが、先日の通り年末年始終や運転で、 上野駅と新宿方面駅を平面乗り換えさせるためと、昼夜使用ホーム絞るため、宇都宮線上り湘南新宿ラインを折り返し時と同じルートで7番線へ入線させている。東京方面が完全に普通となった場合、引上げ線だけでは、宇都宮、高崎線の宇都宮、高崎方面への全列車折り返し運転に対応するのは困難である。ことから、 2016年、平成28年度末より、東駅南側の貨物線上にある大宮奏車場の設備を活用して折り返し運転を実施できるようにする計画となっている。高崎線下りが遅延している場合、タイミングによっては8番線、または7番線の列車と11番線の列車が同時発車される場合があるが、後続列車がホームを抜けて、 すぐの場所で一時停車して調整す。後続列車を先に発車させてしまった場合も同様。なお、先行列車が先に発車できた場合でも、間隔が短ければ合流する工場裏踏切の手前で、後続列車が信号待ちで必然的に減速、停車する。逆方向の宇都宮、高崎線の上り東京方面は、宇都宮線と高崎線が同時発車あるいは、 後続列車が先に発車した場合、埼玉新都心手前の合流ポイントで、後続列車が一時停車する、双方遅延していい場合は、宇都宮線を優先する傾向がある。なお、湘南新宿ライン、新宿方面、武蔵野線直通列車に関しては、ホームを出て合流する距離が短いため、後続列車は、大宮を発車できずに、信号開通待ち取る。 京浜東北線、電車線は宇都宮線の東側にあり、配線は単純な伏線の行き止まりで、南側に折り返し用の両渡り線がある。電車はホームでの折り返しで、引き上げ線はない。夜間大白が設定されている。その他、両渡り線のさらに東京寄りに、宇都宮線の3.4番線に連絡するポイントがある。最強線。 川越線は地下であり20.21番線が上下線の本線、19.22番線が側線で、上下線ともすべての線路で折り返しができる。なお、すべてホームでの折り返しで引き上げ線はない。最強線側は駅の新宿方面すぐそばで高架となり、埼玉スーパーアリーナのすぐそばまでは新幹線の真下を走る二層高架で、 北与野駅の手前で新幹線の横に取り付く。川越線側は地下を走行する区間が少々長く、鉄道博物館の横で地上に出る。上記の通り、新幹線の高架をくぐる地点で11.12番線に繋がる線路が分岐する。かつて、大宮総合車両センターで車両の解体が実施されていたため、当駅まで廃車回送列車が設定されていた。 車両解体業務は長野総合車両センターへ集約移管され余剰となった土地にできたのが現在の鉄道博物館である新幹線は高架で南側は伏線北側は複々線に分岐する北からの列車は当駅で折り返しが可能な構造となっているこの折り返し設備を使った東北上越新幹線の直通運転も可能で 実際に2016年11月には、東北新幹線、仙台方面と北陸新幹線、金沢方面を直通する新幹線が営業を運転される。東駅から東北、上越方面の分岐点までの複々線部分に、線路0線分の空間が何箇所かいまするが、これは建設当時に、現鉄道博物館付近に留置線を設ける計画があったことと、 上越新幹線の新宿駅延伸を踏まえ、上下線を支障せずに、東京、新宿方面から東北、上越方面へ、相互に列車を操せる構造を考慮したためである。2003年4月1日から京浜東北線ホームの発車メロディに、埼玉市の歌である、希望の街が使用されている。 その後2007年9月30日からは2番線の発射メロディが地元のプロサッカークラブ大アルディージャの応援歌バモスアーゲヤに変更されている。これは大宮アルディージャが埼玉市を通して予防し変更費用を負担して行われたものである。3から11番線は同様メディアリンクス製、19から22番線は定築製の曲が使用されている。2011年現在 大宮駅に停車する列車で、車内放送で、停車駅ごとに異なるメロディーを使用するものは、存在しなが、1982年から1991年まで、東北、上越新幹線の車内放送で、大宮踊りが使用されていた。東部の打線、東部アーバンパークラインの駅は、JR 東日本1.2番線、京浜東北線ホームの北東側にあり、島式ホーム、講義では、 東端式一面二線を有する地上駅である。駅番号は TD01、駅業務は東部ステーションサービスに委託している。ホームは島式、講義では東端式一面二線。改札口は車止め方、南側一箇所のみで、校舎専用ホームはない。駅舎は駅ビル、ルミネ1、当初は大宮ステーションビルと一体化した造りで、 東口へは、ルミネ1の1階部分を通り抜けて出入りする。JR 東日本、埼玉新都市交通との乗り換えや西口へ出る場合は、改札前にある、昇降はエスカレーターのみの乗り換え連絡通路、もしくは数メートル先にある、乗り換え階段を使用して、2階の中央自由通路へ出る。埼玉新都市交通、ニューシャドルの乗り場は、駅の東西反対側に位置するので、 乗り換えには、時間を要する。埼玉新都市交通、ニューシャトルの駅は、JR の新幹線ホームの北寄りの位置にある、短式ホーム一面一線を有する高架駅である。ループ状になった線路の途中にあり、列車はホームで折り返さず、車両の進行方向を転換させることなく、ループを右回りに回り、東から進入し、西へ出発する、丸山、内宿川では、 ループ線はなく、運転台を切り替えて、進行方向を反転させているため、位置を往復して、当駅に戻ってくると、車両の向きが入れ替わっている。大宮駅の鉄道ホームの中で、唯一東西方向に設置されているホームである。駅番号は、NS01、JR 改札口から、少々歩く必要があり、JR からは北改札口が一番近い位置になる。東部の打線、 東部アーバンパークライン改札口からだと、中央自由通路を通る必要がある。当駅で、スイカ、相互利用カードを含むを利用した時の履歴は、先と、大宮と印字、表示される。また、当駅では、鉄道博物館駅への往復乗車券も、販売している。3社を合算した2016年度の1日平均乗車人員は、約37万人である。 埼玉県の駅では、第1位。東武鉄道の、各年度の1日平均乗降人員数は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員数は、下表の通り。旧中線道、現在の埼玉県道164号港のす、桶川埼玉線の宿場大宮宿をルーツとする、市街地であり、武蔵国一宮氷川神社への玄関でもある。駅前には高島や ルミヌ・大宮店のほか、多くの小規模店舗が軒を連ねている。以前は、長崎や、十字屋、西部百貨店、畑プラザなどの商業施設が立地していたが、西口や埼玉新都心等の再開発の影響も、あり廃業している。地名は桜木町。国道17号、中仙道が通り、駅周辺には、 ソゴ大宮店等の商業施設や大宮ソニックシティをはじめとするオフィスビルが並んでいる。駅と国道の間の市街地は新幹線建設以来、区画整理や再開発が進められており、街並みは大きく変わった。駅から南側に250メートル進むと、中央区上落合との境界がある。東口と西口のほか、埼京線、川越線本コースが地上街。 ホームは地下であり、西口側のルミネ大宮にの1階と直結している、最強線、西口、1985年開設と最強線、南口、2004年開設がある。最強線西口は7時22時、最強線南口はルミネ大宮に営業時間中のみ、利用可能で、2017年5月15日より、最強線南口は IC カード専用に変更された。 2016年時点では地元業者がすべて撤退し日本レストランエンタープライズのみが営業している JR 駅で販売される主な駅弁はお参照楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください